こんにちは、こんばんは。ようこそタッドチャンネルへ。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は名古屋ノスタルジックカーフェスティバルの前哨戦、徳川園での模様をお届けします。最後までごゆっくりどうぞ。今回名古屋ノスタルジックカーフェスティバルでは初の試みとなる徳川園から会場のポートメッセ名古屋までノスタルジックカー大行列と苗を追って名古屋市内の観光名所などを回りながら大名行列を行うものです。会場となる徳川園は愛知県名古屋市東区徳川町にある日本庭園です。もちろん由緒ある場所で、元は尾張徳川家の大園別邸になってました。通常は園内に車は入れることができないので、名古屋市も含めたかなり大きなイベントでした。では素晴らしい車たちをぜひゆっくり見ていってください。後半9分から徳川園からポートメッセ名古屋までの出発シーンを撮影しています。やっぱり動いてる車はかっこいいですよね。では園内の中に入ってみましょう。すげえな、元気やな。こんにちは。このピンクかわいいな。あ、あ、こんにち
ではノスタルジックカーたちの大名行列の模様をご覧ください。皆さんいかがだったでしょうか。この素敵なロケーションで素晴らしい車たちを見られるイベント、今後も続けていただけると嬉しいですね。ラットチャンネルは車バカな私が西へ東へと走り回っています。ツーリングスポット、カーイベント、
キャンプ場情報などを配信しています。車好き、キャンプ好き、週末どこ行こうと悩んでいる方、ぜひチャンネル登録をして参考にしてください。この動画が面白いと思ったら、ぜひ高評価ボタン、コメントよろしくお願いします。ではまたどこかの道でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。